微分析文学、微分析文学、微分析文学とは解析学の基本的な部分を形成する数学の分野の一つである。微分析文学は局所的な変化を捉える微分と局所的な量の帯域的な集積を扱う積分の2本のからなり分野としての範囲を確定するのは難しいが大体多変数実数値関数の微分と積分に関わること柄 逆関数定理やベクトル解析も含んでいる。微分は、ある関数のある点での接線、あるいは接平面を考える演算である。数学的に別の言い方をすると、基本的には、複雑な関数を線形近似して、捉えようとする考え方である。したがって、微分は、線形写像になる。ただし、多変数関数の微分を線形写像として捉える。 考え方は20世紀に入ってからのものである。微分方程式はこの考え方の自然な延長にある。対して、積分は、幾何学的には、曲線、あるいは曲面と、座標軸とに挟まれた領域の面積、体積を求めることに相当している。ベルンハルトリーマンは、一変数の定積分の値を、長方形近似の極限として直接的に定義し、連続関数は、 積分を有することなどを証明した。彼の定義による積分を、リーマン積分と呼んでいる。微分と積分は全く別の概念でありながら、密接な関連性を持ち、一変数の場合、互いに、他の逆演算としての意味を持っている、微分積分学の基本定理。微分は傾き、積分は面積を表す。古代にもいくつかの積分法のアイデアは存在したが、 厳密あるいは体系的な方法でそれらのアイデアを発展させようという動きは見られない。積分法の基本的機能である体積や面積の計算は、エジプトのモスクワ・パピルス、紀元前1820年頃まで遡り、その中で核水の節道体の体積を正しく求めている。ギリシア数学では、エウドクソス、紀元前408年から355年頃が、 極限の概念の先駆けとなる取りづく手法で面積や体積を計算し、歩き目です。紀元前287年から212年頃が、それを発展させて、積分によく似たヒューリスティックスを考案した。取りづく手法は、紀元3世紀頃、中国の隆起も、円の面積を求めるのに使っている。5世紀には、祖中止が後に、 カバリエリの原理と呼ばれるようになる型を使って、玉の体積を求めた。紀元千年頃、イスラムの数学者、イブン・アル・ハイサムが、等差数列の四乗、すなわち二重、平方数の総和の公式を導き出し、それを、任意の整数のべき乗の和に一般化し、積分の基礎を築いた。十一世紀の中国の博学者陳勝は、積分に使える重点公式を考案した。 12世紀のインドの数学者バースから二世は国微の変化を表す微分法の先駆けとなる手法を考案し、ロルの定理の原始的形式も記述している。同じく12世紀のペルシア人数学者は三次関数の微分法を発見し、微分学に重要な貢献をしている。14世紀インドのサンガマグラーマのマーダバは,は自らが設立した数学と天文学の学校の学生たち、 ケーラーラ学派と共に、テーラー級数の特殊ケースを明らかにし、それを、という教科書に掲載した。ヨーロッパでは、ボナベントゥーラ・カワリエイリが国微の領域の面積や、体積の総和として、面積や体積を求める方法を論文で論じ、微分積分学の基礎を築いた。微積分の定式化の研究により、カワリエリの微分と、同じ頃ヨーロッパで生まれた有限差分法が、 組み合わされるようになる。この統合を行ったのが、ジョン・ウォリス、アイザック・バロー、ジェームズ・グレゴリーであり、バローとグレゴリーは1675年頃、微分積分学の基本定理の第二定理を証明した。アイザック・ニュートンは、積の微分法則、連鎖率、公開微分の記法、テーラー級数、解析関数といった概念を、独特の記法で導入し、それらを、 数理物理学の問題を解くのに使った。ニュートンは出版する際に、当時の数学用語に合わせて、微分計算を等価な幾何学的主題に置き換えて、非難を受けないようにした。ニュートンは微分積分学の手法を使い、天体の軌道、回転流体の表面の形、地球の変平率、サイクロイド曲線上を滑る、重りの動きなど、様々な問題について、 自然哲学の数学的諸原理の中で論っている。ニュートンは、それとは別に関数の級数展開を発展させており、テーラー級数の原理を理解していたことが明らかである。ニュートンは、自身が発見したことをすべて出版したわけではなく、まだ当時は、微分法がまともな数学とはみなされていなかった。これらの考え方を体系化し、微分積分学を厳密な学問として、確立させたのが、 ゴットフリート・ライプニッツである。当時はニュートンの盗作だと非難されたが、現在では独自に微分析文学を確立し発展させた一人と認められている。ライプニッツは曲小の量を操作する規則を明確に規定し、二次及び工事の同関数の計算を可能とし、ライプニッツ則と連鎖率を規定した。ニュートンとは異なり、ライプニッツは形式主義に大いに気を使い、 それぞれの概念をどういう記号で表すかで何日も悩んだという。ライプニッツとニュートンの二人が一般に微分析文学を確立したとされている。ニュートンは物理学全般に微分析文学を適用するということを初めて行い、ライプニッツは今日も使われている微分析文学の記法を開発した。二人に共通する基本的洞察は微分と積分の法則。 二次および、工事の同関数、多項式級数を禁じする規法である。ニュートンの時代までには、微分析文学の基本定理はすでに知られていた。ニュートンとライプニッツが、それぞれの成果を出版したとき、どちら、すなわちどちらの国が詳細に値するのかという、大きな論争が発生した。成果を得たのはニュートンが先だが、出版はライプニッツが先だった。この論争により、 英国数学界とヨーロッパ大陸の数学界の中が険悪になり、その状態が何年も続いた。現在では、ニュートンとライプニッツが、それぞれ独自に微分析文学を確立したとされている。ただし、この時代、他にも多数の数学者が微分析文学の発展に貢献している。19世紀になると微分析文学には、さらに厳密な数学的基礎が与えられた。 それには、コーシー、リーマン、YL シュトラス、イプシロンデルタ論法らが貢献している。また、同時期に微分積分学の考え方が、ユークリット空間と複素平面に拡張された。ルベーグは事実上任意の関数が積分を、持てるよう積分の記法を拡張し、ローラン・シュバルツが微分を同様に拡張した。今日では、微分積分学は、 世界中の高校や大学で教えられている。微分析文学の考え方の一部は、ギリシア、中国、インド、イラク、ペルシャ、日本にも存在していた。しかし、現代に通じる微分析文学は、17世紀のヨーロッパで、アイザック・ニュートンとゴットフリート・ライプニッツがそれぞれ独立に確立したものである。微分析文学は、曲線の下の面積を求める問題と動きを、 瞬間的に捉えるという問題を考えてきた先の成果の上に成り立っている。近代に入ると微分積分は弾道学において砲弾の速度や弾道曲線の計算に用いられるようになった。微分計算を行う機械式計算機の多くはこの目的のために作られてきた歴史があり、世界初のコンピューターもそうであった。また、大砲の強度計算や 火薬の爆発や挙動の計算にも微分積分は必須であり、過法の歴史とは密接な関係がある。微分法の用途としては、速度や加速度に関わる計算、曲線の接線の傾きの計算、最適化問題の計算などがある。積分法の用途としては、面積、体積、曲線の長さ、重心、仕事、圧力などの計算がある。 さらに高度な応用として、べき級数とフーリエ級数がある。微分析文学は、シャトルが宇宙ステーションとドッキングする際の軌道計算や、道路上の積雪量の計算などにも用いられている。微分析文学は、宇宙や時間や運動の性質をより正確に理解するのにも、有用である。微分析文学、特に極限と無限級数を使えば、 それらのパラドックスを解決することができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。